かったですね。なんかこうウェルカムな感じが、うん、とても素敵なチームでございましたね。今度ねセレッソこの淀子桜スタジアムで見に来るときはちゃんとタオル買います、うん、12番のね用意して。じゃあね次はね西川さんおすすめの、うん、鶴神っていうのかな、鶴の心と書く、うん、唐揚げが有名なんだって、うん、ラーメン屋さんだそうなので。なるほど。どういう唐揚げとかは言ってないんだ別に。そうだね、なんかでもスタジアムグルメでその淀子桜スタジアムのスタジアムグルメとして出てるところなんだって。だからセレッソファンの方にとってはもう本当にこう有名な場所、うん、なるほど。とあとわなかさんだよね、たこ焼きの。我々わなかは聞いたことあるんだけど名前は聞いたことある。この近くにないみたいだから、まあだからとりあえずお昼食べて、うん、鶴神さんでね FC 大阪に寄る手前で、うん、ちょっとたこ焼き屋探して、うん、って感じかな。なるほどね。丸松さあこちらです。阿鼻子駅の阿鼻子駅がそこで、すぐここに鶴橋ラーメン食堂鶴神さんなのかな、スタジアムでめちゃめちゃあるじゃん、なんかいろんな種類。確かにセレッソサポーター大人気から揚げ、ここだ。店主の方がね、うん、調べてくれて、あ、岐阜の平松さんですかと、いやいや日本の平松さんですかと言ってましたね今ね、大阪の方だなって思いながら、でもなんかこう取らせてくれる許可も取れて、すごい。あ、来た。すみません、ネギ塩でございます。はい、すみません、こちらセレソースです。あ、これがあれですか。はい、すみません。うまそう、これいいねこれか。だからこれがスタジアムで本当は食べられるってことでしょ。そういうことだね。そういうことです。でもさ、あっちゃんすごくない、これだけこれのお店あるってとてもいいねチームだよね。だってここにさタオルもあって、しかも戸川選手がやっぱりねメインですから、選手の国にはザマランさん2009年なんだけど戦ってんのよ。これの時は DJ やってないの、本当にサポーターとして見てた時のあーセレッソだっていう感じもあって歴史が感じられる。いいですね、こういうところにはこれから60回る中でさ、残り59、行きたいね。どこが一番その、まあ、町としてね熱いのかみたいな熱が分かるよね、うん、だけどさ一番のさ上質なところに一番最初に来ちゃった感じもあるよね。あ、これね、はい、あのあれなんですか、スタジアムだとこういう感じでカップ入れて出してるんですよ。すごい店長すいませんもしよかったら本当ですか。わー、ありがとうございます。食べてるかもしれないですけど、いや食べてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません店長、ずっとセレッソファン、はい、あ、僕そうなんですよ。あのお店が、はい、まあ、ここがもうスタジアムからすぐそばなんで、はい、ホームタウンなので、はい、やっぱりセレッソ応援するのがこの辺のお店のスタンダードだと。へー、やっぱりあのいろんな選手の方であったり、うん、それこそスタジアム DJ 西川さんが、はいはい、ここへ来てくださったりとかするので、自然にみんな応援するのが地元の人間の、はい、いいなぁ岐阜にも、岐阜にどうですか緑のかけてもらって、それまずは岐阜さんに J1 上がってもらって対戦してもらってそうか、はい、サッカー談義をするためにだからサポーターさんとかも試合終わってからここに良かったねって2度楽しんで3度楽しんでしてるわけでしょ。大重さんに J1 が終わったら J1 の雨が増えるんで。そうですね、絶対お互いにウィンウィンですよね。そうです ね待っててください。もうね、もう首長くして、はい、まあ、続けます。いや、お願いしますいや、もしよかったら僕らあの皆さんと対戦するところ、対戦することが緑色のソース、何かアボガドであったりだとか、いろいろ緑色のソースも結構あるんで。いいっすね。すいません、ありがとうございます。わざわざこれも見せていただいて。ありがとうございます。こんな感じです。ちょっと、これを、うん、これが、淀子桜スタジアムだと、買えるっていう、うん、めっちゃいい感じ。で、これ、明太子でしょ。明太子マヨかな。いただきます。うん、うまっ、めちゃくちゃ美味しい。唐揚げ自体ねしっかり味ついてるんだけど、
明太マヨがめちゃくちゃよく両方ともね殺し合ってないの、うまい。でもさ、スタジアムで食べるのさ、ご飯はないわけさ。でもお店だと定食としてご飯で食べられるけど、スタジアムだったらお酒だったり飲み物と一緒に試合をつまみに食べるっていうさ、最高、いいよね。お酒が来て、強く声寄ってもらったら、平松さんも見たよって言ってもらったら、僕唐揚げちょっと大きめに入れてギフサポさん、そしてもしかしたら J1 のチーム見てる方、丸松見たよってちゃんと言ってくださいね、店長にね。丸松、いやさ、めちゃくちゃいい店だね。なんか久しぶりになんか心躍ったもん。めちゃ楽しかった。大将も山本さんめちゃくちゃお話上手だし、なんかセレッソ愛がすごかったね。そうだね、ぜひセレッソ来た際は鶴信さん、おすすめです、行ってください。よいしょ、もうまさに、うん、ナンバーグランド花月の真横、うん、小手島中さん、めっちゃ並んでた。まあちょっとね、後でちょっとここは離れましょうか。移動しましょうか、うん、さあ大阪らしい場所、あそこに見えるのが大阪城でございます。2つ目のねおすすめがありましたので、この和中のたこ焼き、うん、スタジアムグルメで本当は食べられるっていうことですけども、はい、でね、わかんない、スタジアムでは何味出してるかわかんなかったの、塩味にしてみました。おすすめなんですかって言われたらね、塩って言われた。あ、そうなの。多分ソースなんだよね、店ね。いただきます。うん、あ、塩の方がお上品、岩塩かけてたんだよね。なんかしっかり美味しいね、うん、うん。さあ最後よ、ここから花園ラグビー場向かいまして、 J3 FC 大阪対蒲田マーレ讃岐の試合を飛び込みで見に行きます。丸松、さあもう大阪の方でも東の方に来たので、うん、ちょっと山が見えるっていうね、すぐそこが山なんですよね。あそこを越えると奈良なんですわね。この右側に見えるちょっと大きなライトが、うん、あそこが花園ラグビー場なので、うん、もう間もなく。なんか人の見えていた、見えていた。ラグビースタジアムって書いてあるね。まあここからはちょっとしっかりと FC 大阪がどんなサッカーするのかっていうのをちょっと見てきますので、行ってきます。丸松、今入ってきまして、ちょうど今まさに試合が始まる時なんです。で今日、7月22日現在だから7月23日ですね、今日の試合、この試合でもし FC 大阪が1点でも勝ち点を取るとギフロムツっていうね、ここで3取ると大きくステップアップ、4位まで上がるか、5位まで上がる可能性があるから、FC 大阪的には負けられない戦いで、しかも7試合負けてない、それはとても勢いのあるチーム7っていうのが分かりますよね、うん、ならばどうなるかというところでございます。楽しみましょう。試合が終わりました、FC 大阪対蒲田マーレ讃岐の試合は0対0と。でもただ僕たちが見たかった川西選手が出たりとか、ウサンホ選手が出てたりとか、なんか懐かしい顔が見られましたね。え、あの FC 大阪もね、10人の相手にちょっと点を取れなかったのはうんって思いましたけども、まあただね、やっぱりサッカー 0-0 の試合もいっぱいありますし、この60回る間にね、試合をこうやってたまたまやってたら見ると思うので、楽しんでいい、ね、見たいなと思います、うん、あの今回は、うん、ね、ヨドコサクラスタジアム、セレッソ大阪の本拠地に来させていただきましたけど、はい、いいですね、なんかこう J1 らしさみたいな、うん、昔からあるチーム、そしてファンの多いチームの良さっていうのがなんか分かった気がしました、うんうん、それじゃあ、うん、次回いつになるか分かりませんが、ちょっと空いてる時間に行きましょうか。取った、次は取った、こちらに行きます続いて、次回のこの
アウェー戦、アウェー戦というかね、あのスタジアム担保、東京ヴェルディ味の素スタジアムにお邪魔します。遠い、まあ、勝負だよね、勝負だね、遠い。まあでもこのチームすごい歴史があるからね。そう、僕はヴェルディファンからスタートしてるから、ヴェルディ川崎のユニフォームをちょ若干用意して、あの行きましょうか。次回はね、東京ヴェルディ味の素スタジアムにお邪魔をさせていただきます。また日を改めまして、これにてまず一つ目、セレッソ大阪淀港桜スタジアム担保 &FC 大阪試合を見るの巻でございました。ありがとうございました。また次回もお楽しみに。